ロト戦争とは、オーストリア・ポーランド・ベネツィア・ロシアのヨーロッパキリスト教諸国からなる神聖同盟とオスマン帝国との大トルコ戦争の一部をなし、1686年にロシアが神聖同盟に加わって参戦してから1700年にロシアとオスマン帝国間でコンスタンティノープル条約が締結されて終戦するまでの期間のロシアとオスマン帝国の両国の戦争のことを指す。ロシアは1696年にアゾフを占領し、コンスタンティノープル条約でオスマン帝国に領有を認めさせたことは、その後の黒海、バルカン半島を目指す南下政策の行使となった。大トルコ戦争でオスマン帝国と交戦中だった神聖同盟の加盟国ポーランドがロシアを神聖同盟に加盟させたいとの意向によって、非カトリック国ロシアが1686年に神聖同盟に加盟し、大トルコ戦争に参戦することとなった。ロシアはアンドルソボ条約での取り決めに従って、ロシア・ポーランド戦争で占領中のキエフ及び左岸、ウクライナの主権を共和国に返還することになっていた。しかしロシアは、この約束を履行するつもりがない旨を通告し、オスマン帝国と同盟して、ポーランドに敵対しようとした。この脅迫に屈したポーランド国王ヤン3世は1686年5月6日、ロシアとの間に永遠平和条約を結び、ロシアが占領中の地域すべてをロシア領と認めることになり、見返りとしてロシアの神聖同盟への参加が決まった。当時、ロシアは弱視と失語症のイヴァン5世とまだ幼い母帝、ピョートル1世の兄弟の共同統治下であり、イヴァン5世の同母姉のソフィアが摂政として国政の実権を握っている状況であった。神聖同盟に基づいて大トルコ戦争に参戦したロシアは、摂政ソフィアの首席顧問で愛人とも噂されたバシーリー・ゴリツィンによって1687年にオスマン帝国の従属国のクリミア半国に対するクリミア遠征が行われるが、草原地帯を進軍中に火災が起き、辺り一面が焼け野原となり馬の飼料と補給用の水が不足する事態が起きて、ロシア軍は、撤退をやむなくされ遠征は失敗した。しかし、モスクワでは遠征に勝利したとして、凱旋の祝賀会が開かれた。1689年の年明けに、イヴァン5世と共に、ロシアの共同統治者であった、ピョートル1世が、エブドキア・ロプユヒナと結婚するが、ピョートル1世は、結婚によって、一人前の大人として扱われることとなり、摂政ソフィアの立場が微妙なものとなる。同年2月に、再びゴリーツィンによって行われたクリミア遠征も馬の飼料と水の主張不足のため退却せざるを得なくなり、オスマン帝国軍やコサック兵に追い打ちをかけられるなど、完全な失敗に終わった。ソフィアはあくまで勝利で押し通そうとしたが、7月にモスクワに戻ったゴリツィンら軍を称えるための手で産むに、ピョートル1世は出席を拒絶した。8月、ピョートル1世はソフィアに重兵部隊で襲われることを危惧して、イタリ生産者聖セルギー大修道院に避難するが、重兵部隊は帰ってピョートル1世を支持し、9月にソフィアは全顧問官をピョートル1世側に引き渡し、ノボデビチ女子修道院に幽閉させられ失脚した。ソフィアの失脚後は、ピョートル1世の実母ナターリアが国政の実権を握ったが、ナターリアが1694年に死去するとピョートル1世が申請を開始した。ピョートル1世はドン川川口のアゾフを狙うというクリミア半国の本拠地のクリミアの遠征にこだわったソフィアより控えめな路線で南下政策に乗り出した。1695年、ロシア軍はアゾフ要塞を包囲したものの海からの補給を封鎖できず、アゾフ遠征は失敗に終わった。当時ロシアは一隻の軍艦も持っていなかった。反省したピョートル1世は早速海軍の設立とボロネジでの軍船の建造に着手し、翌1696年4月までにガレー船と閉塞船27隻、1300隻の平底川船が建造された。1月に兄のイヴァン5世が亡くなってロシアの単独支配者となったピョートル1世は再び4月末にスイス人、フランツ・レーホルトが指揮するアゾフ遠征を行い、今度は海からの補給を断ち切って7月にアゾフ要塞を陥落させることに成功した。アゾフを占領し黒海進出の足がかりを得たロシアは、クリミア半国にカフファでの奴隷貿易を禁止させ、クリミア半国への貢納金の停止が決定される。1243年、ヤロスラフ2世がウラジーミル大公位に就くために、バトに承認を受け、貢納金と兵力提供を確約されて、以来、実に453年の歳月が過ぎて、ピョートル一世の手で名実ともに、タタールの首輝が断ち切られた。ピョートル一世はさらに多くを望んで1699年に、他の神聖同盟諸国とオスマン帝国との講和条約であるカルロヴィッツ条約が結ばれてもこれを認めなかったが、ロシア単独でオスマン帝国と戦うことを避けて1700年にコンスタンティノープル条約を結び、アゾフ城塞領有を確定させた。ABCD、ロシア皇帝歴代史 P109 から 111AB、ロシアロマノフ王朝の第一 P100 から 102AB ソフィア・アレクセーブナ生涯、ハット AB、ピョートル大帝の時代。2014年3月21日閲覧。ナタリア・ナルイシキナ生涯、ロシアロマノフ王朝の第一 P104 から 105、ハット AB、ロシア皇帝歴代史 P116 から117、親友が求めたロシアを思いながら。2014年3月22日閲覧。ありがとうございます。